よっちん。ストーリー岩崎俊一。出演西名隆。よっちんが東京に逃げたという話は秀夫から聞いた。2日前よっちんは喧嘩相手に怪我をさせた。木屋町通りを恋人の京子さんと歩いていたよっちんは顔見知りの3人連れの男に絡まれ、京子さんの肩に手をかけた男の顔面に思いっきりパンチを入れた。男は倒れ気を失った。よっちんは僕より4つ上の24歳だった。もともとは僕の大学の同級生である秀夫の遊び仲間だった。京都の街中で育ち、小さい頃から男女のやり取りや大人の衰退を見てきた秀夫は僕よりはるかに世間に通じていたけれど、その何歳も年上で高校を中退した後、いろいろな世界を見てきたよっちんの成熟度は僕の想像をはるかに超えていた。気性は激しいけれど、よっちんは優しい男だった。インテリであり熱かった。義に感じて無茶ばかりやり、その挙句損ばっかりしてきた。高校を辞めたのも、職を転々としたのも、喧嘩ばかりしてきたのも、上辺しか見ない人は多分彼をチンピラと呼んでいただろう。でもよっちんはチンピラとは全く次元が違っていた。そのよっちんが、わし惚れた女できてんと照れながら話してくれたのは1年前だった。しまちゃんもしまちゃんの店の大将も、明石焼きのおばちゃんも、喫茶店のマスターも、秀夫も僕もよっちんのためにとても喜んだ。それからしばらくしてよっちんは仕事に就いた。前からやりたかったインテリアの会社に入ったのだ。もともと好きなことであった上、頭が良くて情熱家のよっちんはその会社ですぐ頭角を現した。恋人のために働く男は強いと思った。もう前のように一緒に遊べなくなった秀夫と僕はちょっと寂しい思いもしたけれど、よっちんが東京に逃げたのには理由がある。2年前に彼はやはり喧嘩で傷害騒ぎを起こしていた。その時は大事にならずに済んだのだが、次あると間違いなく実刑だからと警察に強く釘を刺されていたのだ。1年間東京に行く、待っててくれというよっちんに、ゆうべ京子さんは泣いて怒った。なんで喧嘩なんかするんや、あんたは喧嘩したらあかんのや。あんたは人を殴ってるつもりかもしれんけど、あんたのそのげんこつはな、うちを殴ってるんやで。結局よっちんは東京に2年いた。京都の会社の社長が紹介してくれた内装関係の店で働き、一人前の職人として京都に戻り、元の会社に勤めた。そして3年後独立した。騒動の元になった喧嘩は、男の怪我も大事に至ることはなく、事件にならずに収束したらしい。でも京都に戻ったよっちんに京子さんはいなかった。
よっちんが東京に行った3ヶ月後、京子さんに新しい恋人ができたと秀夫から聞いた。それを聞いてなぜか僕はとても傷ついた。胸がドキドキして、そして痛かった。大人になることは大変だと思った。ただ恋人を失うのではない、腕の中にあった恋人を失う痛手に大人は耐えなければならないのだ。